ビューカメラの構造ビューカメラとは独立したファインダーを持たないカメラのことである。ビューカメラの構成は基本的にレンズ、蛇腹、ガラスの3つの部分からなる。この3つを保持するためにモノレールを用い、モノレールカメラとも呼ばれるビューカメラと組み立てバ箱のようにベース上に立ち上げるフィールドカメラがある。被写体がピントグラスに左右上下逆像で映っている。 フレーミングとピントの確認は、焦点面にすりガラスなどを置き、そこに映る像を直接見ることによって行う。像は180度回転した状態でピントグラスに映る。ビューカメラの多くはシートフィルムを用いることを前提とした構造になっており、撮影時にはピントグラスの前にシートフィルムホルダーを挿入するか、ピントグラスを外してロールフィルムホルダーや、 デジタルバックを装着する。レンズの光軸と観光材両面を独立して移動できる煽り機構を持つカメラが多い。左右方向に光軸を傾けることをスイング、上下方向に光軸を傾けることをティルト、左右方向に平行移動させることをシフト、上方向に平行移動させることをライズ、下方向に平行移動させることをホールという。ティルトとスイングは、 ピント面を傾けられるので、斜めの平面に対してピントを合わせることができる。ありがとうございます。